骨を胸に抱いて動線を南下しつつ一気に破竹の進撃を続ける我が軍は13日平陽で25日早くも霊石を攻略、さらに息つく間も敵に与える。潮のごとく各方面の敵を撃破して極力に進出、前線攻をして攻が下半に殺到しました。行動開始のわずかに1ヶ月、今や全く全三聖省に敵軍をとどめず、攻が作戦はここに予期以上の戦果を収め、信濃東西を連ねる大動脈老海線は我が砲兵の有効射程内に暴露せられずに至りました。